なん触っていくと、ほら、こう触ると、なんか柔らかくなっているの分かわかります。ということは、うん、足の疲れが背中に上がってきてたよっていうことなんですね。うん、でも、この辺は痛いから。はい、このね。今からしっかり緩めていきますね。はい こんにちは、門生態三つ部でございます。今回もね、えー、マッサージのね門絶生態をやってる背中編になってくるんですけれども背中っていうのは皆さんねそんなん痛かったりされる人っていうのは少ないので私の音声ガイダンスでちょっと伝えていこうかなって思っております。やっっぱりね、ね、今押えてている場所っていうのが、ね、肩甲骨 と、えー、脊柱の、えー、骨の近くなんですけども、まあ、肩引きっていうところですよね大阪で言ったら「剣を引く」って書いて肩引きっていう場所なんですけどもこの場所っていうのはね肩甲骨を上げたり下げたりする場所でしてここのところが一番ねやっぱり皆さん肩が凝るとかね肩凝りとかよ、えー、何首凝りとかその辺がしんどいっていう方が一番ガチガチになってしまう場所です。で今のね人生、えーし スマホとかタブレットとか。 パソコンとかそういうのをやっぱり使われる仕事が多かったりとかするとどうしてもねこのね右の肩甲骨のね今押さえている付け根の辺りこの破片の場所がねどうしてもねすごく凝ってきますですからねやっぱり皆さんここをガチガチ押してほしいわけですよで、えー、なかなか押してもらってもなかなか緩まないっていう風な方ねであと肩甲骨剥がしとか言ってねちょっと剥がしてみようっていう風なでもなかなか取れないっていうのはねどうすればいいかっていったら肩甲骨のね骨の 斜め内側45度方向に指を外に剥がすような感じで指を入れていくようにする押さえ方をしてあげるとかなり効果的に効いてくれます。まあ、これはね自分ではなかなかできないので整、まあ、体師さんにやってもらわなきゃいけないんですけども自分でされるんだったらやっ,りやっぱりあの片押し棒とかねあと。 アマゾンとかで、ね、骨盤職人さんとか売ってますからあれをしっかり押さえてほしいんですけどもどうしてもこの場所っていうのは肩甲骨の内側っていうのはね何、えー、て言うのかな押さえにくい。 まあ、抑えにくいっていとうことが事実なんですよねなので細かい指みたいな小さなものでちょっと押さえてあげるできたらゴルフボールとかの方がいいのかなでそこをしっかり緩めていってあげてみてくださいでこの肩甲骨のところがね今ねちょうど下のあたり押さえていますでこの肩甲骨の下から押さえていくとちょうど今胃の裏あたりですよね胃の裏あたりも硬くなってしまうとどうしても背中とか肩甲骨が肩甲骨が硬くなってしまう 原因の一つになってしまうんですよねで肩甲骨とか肩を緩めても皆さんなかなか緩んでくれないっていう方ってね意外と多いと思うんですけれどもそういう場合っていうねこの胃の裏のね今押さえている場所胃のむつ球とかね胃の裏本当にこの辺の場所を押さえてあげてください胸椎で言ったら12番から腰椎1番ぐらいの間の場所でここはねどうしてもねあの腰 胸の骨と胸,椎今胸の骨のつながっている場所なのでどうしても、ね、構造が変わってくる場所になるんですねなのでここがね固くなってしまうと、まあ、か固くなりやすい負担変化が起こりやすい場所なのでどうしてもねここが硬くなりやすいんですよねでここをねしっかりね、まあ、緩めてあげることによって肩甲骨の方が緩んできてくれたりとかもするんですよ で皆さんなかなかねその肩甲骨だけとかね肩だけとかやってほしい人とかも、ね、結構おられるんですけれどもそこだけやってもねなかなかやっぱり緩んでくれなくってっていうのをね今ね、えー、あの中の方でも説明している状態ですよねなのでね胃の裏をね結構しっかり押さえてあげると効果的ですで胃の裏だったらねストレッチポールであったりとか骨盤職人とかであったりあと、えー、何、えー、腰をひねるストレッチとか何ていうのかな <あ>の <laughs> ちょっと名前出てこないけどいろんな運動でしやすいですなのでねそこをしっかり、まあ、胃の裏の辺りをしっかり緩めてあげることによって肩甲骨も緩むということをまずこれをね覚えておいてくださいでそれをね今ね押さえてますけどここってやっぱりねあの何季節の変わり目とか温度の簡単さとか えー、気圧の変化なんかでもね結構ね硬くなりやすいんですよね実は私も絶生体三つの部子もまさと先生にここをねグイ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 押さえてもらうっていうのをやってもらってますでやっぱりここから右の肩甲骨の辺りがガチガチになってしまいますねなのでねそこはねいくらケアしててもやっぱりね硬くなってしまいやすい場所ではと言っては過言ではないか なと私も思っておりますですからねこうやってね右側だけでもねこうやってねやっぱりしっかり10分ぐらい押さえてあげるだけでもねかなりね改善していくんですよねでこの方はね肩甲骨がやっぱり硬いのでやっぱり肩甲骨の一番上の部分ですよねここをねしっかり緩めるとねやっぱり緩んでいってくれますよねここがねやっぱりね皆さん硬い押さえてても硬いですもんねほら見てくださいよ指が入っていかない感じがしますからねここのどところをねこうまあ 体重をしっかりかりけけてて緩めていくんですけどもねでここはやっぱりね他の生体の方なんかでもやっぱり苦手な場所押しにくいですからね押しにくい場所をねモンゼス生態の葉こうやってしっかりとグイ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 ぐいと押さえていくのが大好きです <laughs> まあ大好きなんですよねだからねここをねしっかり押さえていくのが得意ですねはいもう鍛えられました,もう見たいんで うちのお客さん、毎週来られるお客さんがおられるんですけども、その方がね、ミリ単位でね位置調整とか角度を、えー、言っていただきます。あそこ違う水の とこっちえー、もっとこの角度とか言ってねその角度がどん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 鋭利になってきたので紋絶整体っていう風に名前になっちゃったんですで今ね、えー、話ちょっとそれてましたけど肩甲骨の骨の上の部分を押さえてますって肩甲骨の骨の上にはあの筋肉は2つあるんですけどもその筋肉を押さえてあげると腕のシピレとか 腕の疲れとかになったりしますねでここがね凝りすぎるとね、まあ、100人に1人ぐらいの割合なんですけれども、えー、肩甲骨がねポコペコ音が鳴るようなそんな凝り方が出てきます、まあ、私はポコペコ病って呼んでるんですけれどもそのポコペコ病が硬くなったところっていうのはどんな感じかって言ったら、まあ、肩こりを我慢しすぎる方っていうのはポコペコ病になりやすいんですよね。でポコペコなるぐらいままで筋肉ががくっってしまってしそれれ手、ね、手ののとか手の可動域が 変わるまで動かなくなくっってしまったりとかそういうい方が結構おられたりしますよねでそのポコペコ病とかをね改善するためにはねそこの筋肉をねこうやってぐいぐい押さえてあげるかご自身でするんだったら、まあ、っ腕を回してあげたりとかストレッチとかねでそれにね伴ってねこのついてるこの三角筋この三角筋の場所がねやっぱりねどうしてもねあのやっぱりね 座り仕事とか事務仕事とされている方はどうしても硬くなりやすい場所ですねでここをねこうやってねしっかり緩めてあげると四十型五十型なんかにも効いてくれるポイントでございますですからね、えー、なかなかね肩を,をやっても緩まないっていう方なんかもね三角筋をねしっかりアタックしてあげるここっていうのをねちょっとしてあげてくださいそれをするだけでも全然変わったりし、えー、変わってきてくれますでここのねあの三角、えー、ね肩甲骨の上のところもしっかり押さえてあげる それでもまだ緩まなかったらこの肩甲骨の付け根の部分をねこうやってしっかり緩めていくんですよねこんな感じでねもん絶整体ってねだいたいね背中はね右側左側10分ずつぐらいを、まあ、60分のコースだったらねしっかり緩めていきます。 10分、10分背中緩めてあと首肩10分みたいなね、でもう少し首肩をやってほしいって方は、80分コースなんかがおすすめなんですけども、痛すぎて耐えられないなんていう方もおられたりとかしますからね、まあ、こんな感じでね、温泉整体をね、ぐい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 背中を押さえていくわけですよね。 でやっぱりねこの肩甲骨の付け根が硬い人やっぱりここばっかり押さえていきますで特に、まあ、何回も言うようにね大阪だったら顕引きっていう場所ですからねその顕引きっていう場所を押さえていってあげるとやっぱりね背中って疲れが取れてくれますでこの脊柱起立筋のね内側の1線2線っていうのをね一番メインで緩めているんですけどももん絶世帯みつの部の場合は1線を緩めることが結構多いですよね 一線を緩めるとねなぜ1線を緩めるかって言ったら1線から2線に変わっていくよりもう抑えていった結果1線をしっかり緩めてあげた方が1線ってもう本当にに、えー、何ええー、脊柱起立筋群の骨の えー、極突起の内側ぐらいですよねその曲突起の横ぐらいをしっかり緩めてあげるとやっぱりこうかなりね骨際際際を抑えるのでしっかり緩んでくれるんですよそんな感じでねしっかり緩めてあげるその内側の筋を緩めてあげるってことを意識してみてくださいで肩甲骨のところもね内側の一線のところをしっかり緩めてあげるそれがやっぱりね、えー、皆様に喜ばれるね えー、生体の抑え方になってきたりしてくれてますのでそこをねしっかり緩めてで胃の裏のあたりは2銭もしっかり緩めてあげるようにするとかなり効果的に効いてくれますから、えー、これね当店のも、ま、生体動画ね、えー、生体やってる人も見てると思いますから、えー、私のね参考意見として、えー、聞いていただければいいんじゃないかなと思いますでそこをね緩めれば緩めるほど、えー、特に本当にね2銭よりも1銭をね 緩めてあげると本当に効果的ですで特に、ま、あの肩甲骨ばっかり緩めるのも効果的なんですけどもこの胃の裏のあたりをねしっかり緩めてあげてみてくださいねでこんな感じでね、えー、背中をやっていくよっていう風な動画になりました、えー、今回ね、まあ、いい時間になってきましたので以上ですまた時間があったら見てくださいもん絶生体みつノぶでしたじゃあねまたねバイバイ